剣士がアップロードが出てきた。アップロードから出てくる。めっちゃ剣士怪しい。シャロさん死んでるだろ。あれよし。クルー。伊豆さんが初手だったのかな。神さん。お、ナイス。はい、ナイス。はい、はい。停電直した人。グテさん。はい。あれだ、逆に。わかんなくなっちゃった。本当にプテさんです。これは。あ、僕です。そうです。メインでは来たい。メインでは来たい。メインでは来たい。クソボタン押したろ。ナイスボタン。ナイスボタン。早めだね。ごめんね。全然なくてね、タスクが。うん、勝ちたいという強い意志を感じる。ありがとう。うん、え、勝ちたくないですか？いや、勝ちたい。無気力じゃん。言葉の上げ足を取らなくても。いいようやったな、今の。プテくん。よいしょ。3。ここ3多いよな。なんか、経験上。藤宮、7。4。374ガミさんとプテ君とかなじゃん。慎太郎君、K 君。ほい。ほい。シャワーのタオルタスクから配線行く途中、タオルタスクの左下ぐらいでガミさんが死んでます。俺目線、伊豆さんとナノコさんは無理かな。そこ通っていったらもう先に配電盤前に行ってたんで、リアクター右の。ハイブリさんは無理だと思います。はい。ね。はいはい。このタイミングぐらいだ。俺と、トータスが配線のとこ行ったんじゃん、除染の。はい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 。で俺あのあとエレキに下るときにエレキからガミが上がっていっておそらくそのままシャワー側に行っているはずだからどのタイミングぐらいのなんかそんぐらいのタイミングが生きてたはず。何秒前だろう。停電になる直前に俺がエレキ入って藤宮ガミプテ君で、うん、停電になりながらみんなでエレキから多分出ていくような動きをしてたような。合ってます合ってます。うん、うん多分剣士が見たのはその後ガミさんがメインに上がった。ガミがじゃあ一番後ろ側ってことだよね。いや俺の視認だと藤宮ガミちょっと離れてプテ君っていうぐらいの順番だった。うん。あれ K さんもいなかったっけ？いました。だよね。はい。最初と最後ハイブリさんと見合ってる。僕はそのエレキでその4人ぐらいいた後石油でテーブタスクを停電中にやっていて。テープタスクの左下あたりに慎太郎がいるのを確認しています。で、停電明けはそのまま石油エレキメインって抜けて、メインの真ん中ら辺で終わりです。うん。ハイブリさんとプテさんは高田さんとすれ違ってないんですか？俺はハイプテとはすれ違って、ガミとはすれ違ってない。僕は貨物側に行ってるんで。ああ。ああ。そうなんだ。順番的に。貨物側に行って、何今順番何の順番のタスク何やりました貨物で。あ僕は貨物で抜けてラウンジアーカイブって言って最後アーカイブの机のところぐらいまで行けてるけれどもトータスさんが下側に行くのだけが見えてるんで少なくともセルフではないどこでアーカイブですアーカイブアーカイブねははプテさんあいいどうぞあいやいいよいいよあプテさん貨物でタスクやってないですか貨物でタスクやってないよ。僕アーカイブでナノコさんとすれ違った後にはラウンジ貨物診察って言ってるんですけどプテさんとはすれ違ってないです。ああすれ違ってないね確かに。畑作のルートは正しいと思う。トータスって敗戦の後はどこ行ったの？その女性の敗戦、そのまま敗戦終わった瞬間に停電入ったんで、まっすぐ役田右まで走ってます。あ、その時は光ってないです。あ、その時は光ってるんだね。はい、停電5ぐらい。うん、プテ君の移動がめっちゃあるなって感じの印象を受けていますが、どうなんでしょうか。あ、めっちゃ今日綺麗に扉開けられる。片底が切りました。片底が切りました。プテさんが通信室の中でコミュサボを直さず、僕と慎太郎さんが後ろで眺めていたところ、戻ってきて慎太郎さんを切りました。なのでプテトータス両陣営。ごめんどっちか分からん。ごめん、ちょっと待って。コミュサボ中ですよね今。あ、直ってないじゃん。うん、まあトータスさんも見てくれてたと思うから。待ってたんどっち？ちょっと待って、俺ややこしになって今僕は赤ですよ。え、どっちかが待ってて、どっちかが上から降ってきて、上から降ってきた人が切った。プテさんです。だからそれが畑さんですね。まあ俺のことは忘れてない。いや LINE 消したのかな、分かんない。でも一回僕って言ってくれてるからよく分かんないです。でもトータスが仮に陣外だったとしても、畑プテは切った同士の主張ってことでしょ。はい。どっちかよ。ごめん。ローラーして。まああと僕ボタンじゃないや、レポートできているのと初手の疑問が僕からが先だったのは。確かにそこはまあ要素としてちょっと負けちゃう部分だけど、七子さん視点からも畑さんのルートは嘘ついてないって話でしたもんね。ラウンジの方に向かってる畑坂も見てるので、畑坂がそっち行ってたらプテとすれ違わないのがトイレの中にいることしかありえない。うん、ただまあ畑坂の方が近い位置、貨物の停電に近い位置だったから、停電直さなかったんだなっていうのはちょっとだけ引っかかった。停電直したのって誰なんでしたっけ？七子さん。あ、じゃあ、まあだったとしても畑プテどっちかがインポスターなのは事実。今僕は切ってるのを見ているから、畑さんがインポスターなのは間違いないので大丈夫です。そこは七子さんに答えておくと、七子さんとアーカイブすれ違った後、ラウンジ貨物って言って貨物の配電盤つきそうな時にもうすでに治りました、うん、僕の視点では。なるほど。タスクは全くしないで向かいましたが、コミュ中なんで。畑さんの方がコミュ直してる時にってワード先に出してたんで、なんか畑さんの方が信用できるのでプテさんに入れます。俺左側に湧いたらとりあえず直しますわ。じゃあまあローラーで大丈夫です。多分プテからっていいか。まあローラーなんか僕に入っとるがして様子だ大事やぞ、来るやったらお題に来ますね。でかいでかいでかい。これ誰直したん？本人直したつもりではいます。一応藤宮も触ってました。あ、まあ一番最初に触ってましたね、コミの中。はい、まあじゃあ一点ポスターは落ちた。あそこまでローラーで、ローラーは飲めます。大丈夫です。プテはまあでも結局プテの経路聞いてたら全然ガミちゃん切るには関われるから、誰が来たか分かんないのかまだ。まあ位置情報が僕視点おかしいんで、キルの対象者では結構あると思います。初手キル、まあすれ違ってないんだったら弁当濃厚だし、はいどうぞ。畑迫視点、さっきのキルってトータスさんって見えてた？見えてます、見えてます、見えてて、トータスさんが最後ギリギリにコミュの通信室の中にパッて入ってきてだったんでまあ、ちゃんとダブキル狙ってたんかなって。わざわざそこで明らかに目の前で切るほど疑われてたかなっていう。だから、そんな、しかも畑迫とあからさますぎるかなとは思ったから。通路で矛盾が出たからつられ位置ではあったと思うから。あれでもトータスが発見した時って周りに誰かいたっけ？まあでも直前は除染で見てるぐらいだと。そうだから僕はやってる可能性全然あります。切ってからやった右行ってやったら全然ある。すみません、バイタル情報で3秒ぐらい前には死んでたんで超直近ではないです。一応トータスさんのレポート発見のやつは。ああだったらより僕はあると思いますよ。切ってから来たっていう。切ってからリアクター右へ来たがあるんで。セリフ使用しときます。キルクール開けるタイミングからトータスさんと一緒にいるのでトータスさん切れないです。ああ、助かります。いい。めっちゃマットっぽいなと思って。助かる。じゃあ1キル目も基本プテさんかな。うん。時点は。うん。1インポスター1マットで頑張ってください。はい。僕は一応サバ直します。一応スキップにしますけどね。あ、ダメだ。全然ダメだった。ダメだわ。おもろい。とにかく左。とにかくエンジン。まあ走るか。トータスとはいった。7こっち。うわ、これはダウンロードやっときたい。お、サボ待機してたな、トータス。偉いぞ。あら、溜まってるか、キルクル。ものすごく停電は直しました。停電前にエンジン配線をやって右に行く7個は見ていますけど、結構前なので、うん、メインの真ん中まで走ったけど死体はないです。ああ、じゃあ僕メインの、配線のところで終わりですが、シャワーでは見ていない。一応キルクールが開けたタイミングは停電直った瞬間です。トータスさんが停電直してるのは僕目の前で見てます、貨物で、うん、でハイブリの経路がエンジンでその7個を見た後、コミュニケーションで武器庫、コックピットでキッチン行くときに剣士とすれ違ってるけど、そのコミュニケーションでうろちょろしてるときに停電のタイミングです。停電のハイブリさんが7個さん見たのって本当に所定ですか？キッチン脇ですか、七子さんは。いや、脇は分かんない。俺ね、アーカイブ脇なんやけど、そこから何もタスクせずにエンジンまで行ってます。で、ベントタスクだけやって、コミュニケーションの方に移動したら、配線タスクから降りてくる七子を見た。僕がエンジン脇で、エンジン配線、宿舎、金庫、宿舎、ボタンで、七子さんと会ってないから、まあ、どのタイミングで七子さんが配線に来たのかが。停電の直前。停電の直前にエンジン配線ってことですか？エンジン配線。ああ。新武器エンジンって言ってるか。まあ、わけわかんないけど、停電前に、まあ、停電速攻直ってるからあれなんやけど、停電の前にエンジンの配線が出てくるっていう感じ。で、俺はアーカイブ脇、何の扉も開けずに一直線でエンジン行って、ベンドタスクだけやってるから、ほぼ一瞬だけタスクは。っていうぐらい。トータスさんってメインの真ん中まで確認したんですよね。うん、どっち方面からメインの真ん中？うん、アーカイブから。アーカイブから昇降機右で直したってことですよね。いや、貨物で直してる。貨物じゃなくて直してるのが見てる。伊豆さんからトータスさんってしようってことで狂っておきの感じでいいんだよね。じゃあその情報正しいとしたらエレキか左側ってことじゃない？いや、おそらくキッチン脇で上に上がってるはずなんだよ。あ、まあ上はありえますね。で、僕は見てないんで、まあ、エンジン僕が上に抜けた後に、まあ、メインの方に抜けてるか、まあ、戻ってくるルートがないと思うんだよな。その要は停電になったけどこっち側に来るルートがないと思ってて、うん、その場合ってハイブリぐらいしか切れないんで、かミーティングの方に行ってて藤宮君、もしくはベントでエンジンで剣士が切ってキッチンにベントかな、で俺に死人作ってるか、メインで切ってベントキッチンもありや、うん、俺の場合だと。ナイスすぎる。剣士がアップロードが出てきた。アップロードから出てくる。めっちゃ剣士怪しい。オッケー、ナイス。おー、ナイス。伊豆さん、僕めっちゃ白くないですか？停電直してますよ。あ、停電直しに行ってんですか？これ。うん。わあ。めっちゃ白くないですか僕。いや、白かすぎてやだ、それまでなんですけど、白いな。でも結構厳しい位置に入ってたんじゃないですか？まあ、いや、トータスさんの後ろに僕いたんですけど、トータスさんに見られてないんですよ、別に。うん。だから一応浮き位置ではあったんですけど、一応今の行動白くないですかシェリフ目線。まあ、心象白っぽいですっていうのと、現状ケータスが強否定やから狂人がいるとしたら、そのこの3人の中に狂人は絶対いる。結構剣士を疑っていて、さっきのターン俺、武器庫でキッチン行く時に剣士をすれ違ったっていう証言を出したと思うけど、今のターンでセキュリティのアップロードから出てくる剣士を見ているので、なぜさっき展望デッキでアップロードしてなかったんだろうっていう。あ、さっきのターンだっけ？あ、さっきのターンアップロード側じゃないから、俺キッチンから上にそのまま上がってるから、なのでアップロードあると展望デッキとか行きそうじゃないかなって思うから、なんで今回のターンセキュリティのアップロードが出てきたんだろうって思って、ちょっと疑問ぐらい。まあまあ、ただ行動清楚なんであんま俺得意じゃないからあれやけど。まあハイブリさんの方が情報を出してる点から、まあ情報出しの点では白いかなと思ってるけど、あと一応今回トータスと一緒に停電直しに行こうと動いてます。タスクってどうですか？赤いボタン挟んでくれれば、僕は多分脇次第ですが次で終わります。殺してくれって思ってる。あ、じゃあ釣った方が良さそうっすな、雰囲気。まあシェリフいるから、もしまとめて釣ろうだったらシェリフ生きてるうちじゃないといろいろ作戦はできんと思うよ。そうなんですよね。いやー、でも決めきれんな。まあ、新種はもちろん経済白は上がってるんですけど、まあ完全否定ができないってことね。そう、まあ藤高のどっちかかなとは思っています、正直内心では。わかる。まあまあハイブリさんが出してるからね。基本はそれでいいと思う。もう伊豆さんに任せますよ。あんま反応がないから高田さんマットっぽいよね。ここ変に釣り入れてマットでしたが、いややからちょっとスキップでいいですかね、申し訳ない。僕タスク終わるんで、走り回るんで頑張ります。僕がまだタスクが4個残ってます。頑張ります。頑張ろう頑張ろう。僕も同じだ。いや、ケイ君は違うやろ、サボ直しに行ってたやん、盗撮。おお、偉い。トータス頑張れ。ヌンなし。こっち来んの？やっぱり頑張れ伊豆さん、ナイス。やっべー。違います。あ、じゃあ高田さんか。ハイブリさんの死体がメインの左側にあります、でそこを通っていく藤宮が見えたんで、追いかけ回してキルして試合が終わらなかったんで狂人です。そういうこと。計算と僕は無理やって言い合いで、はい、2釣り入れて、あ、じゃあボタンないか。あ、トータさんと僕ミーティング。じゃあ高田さんに入れます。伊豆ってこと？戦いますか？俺してそうなっちゃうよねこれ。そうですね。そうなるよな。一応聞いてから入れましょうか。俺ね、今今怪しまれると思うけど、さっきから突っ込まれちゃったから、展望デッキでアップロードを終えて、今武器庫からあっち側に向かおうと思って武器庫の扉を開けようとしてるから、今展望デッキ側の扉しか開いてないのが自分の白正面になるんだけど。なるほど。トータス系に聞きたいのが、今のターン60秒あったかどうか。なかったと思います。ただ2キルが起きてるんで。あらあらあら、負けか。いやでもしゃあないのこれ。いやしゃあないの。何その濁し方。なんならそんなやばいびっくりした。藤宮切った瞬間えって言っちゃった。笑わんくてレポートまでちょっと時間あったもんな。いやー、展望らへんのハイブリッド到達きつかったですね、高田さんね。いや、めちゃきつかったなんでこいつ重なったでも離れてくれたら後ろのやつ切れたのに。高田さんちょっと怪しいなと思ってたから、ハイブリさんについていきました。僕タスク残してえらあれあれが分かれ目だったな。あれ分かれ目だったよ。後ろ側だけ切れたら全然いけるかなと思ったんだけど。そんなことあったんだ。じゃあ行きますかね。はい。